はい、えー、皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、がんの TNM 分類です。最初に TNM 分類について説明し、次に T 原発用の進展範囲、N リンパ節転移の有無と進展範囲、M 遠隔転移の有無について説明します。 TNM 分類と病気イコールステージの関係の例について話しえ、病気イコールステージを知ることの意味について説明します。えそして、記憶に残る復習の仕方、早期して保存について解説し、最後に TNM 分類に関する国家試験過去問題について解説をしていきます。えガンは TNM 分類によって病気、まあ、ステージとも言いますけれども、 病気を決めることができます T は原発腫瘍の進展範囲を表し N はリンパ節転移の有無とその進展範囲を表し M は遠隔転移の有無を表していますまず T 原発腫瘍の進展範囲についてです T は TUMOR 腫瘍を意味する TUMOR の頭文字を取って T です 腫瘍の大きさや浸潤の深さによって数字が大きくなっていきます。ですから t0 というのは腫瘍がない腫瘍の塊が見つからないという意味になります。t1 から t4 は各臓器のがんによって決められています。また tis と書いてある場合には上皮内にとどまる腫瘍を指しています。 次に n リンパ節転移の有無と神殿範囲についてです。n はリンフ濃度、これはリンパ節のことですけれども、その n を取っています。n0 はリンパ節への転移がないことを意味します。そして、n1 以上の場合にはリンパ節転移がありますこの数字が一般に大きくなれば大きくなるほど、遠くのリンパ節に転移していることが転移していることになります。 N1 から N4 については各臓器のがんによって細かく決められていることになります。M は遠隔転移の有無を表します。M はメタスターシス、遠隔転移の頭文字を取ったものです。M0 は遠隔転移がありません。M1 は遠隔転移があります。M については M0 と M1 しかありません。 すべ、えー、ての臓器のがんでですね M0 は遠隔転移がない M1 は遠隔転移があるというふうに決まっていますそれでは実際に TNM 分類と病気のおつまりステージの関係の例を胃がんで見てみましょう、えー、皆さんがこれを覚える必要はありません、えー、つまり将来ねプロになってこういうのを読む必要があった時の見方を知っているだけでけいいわけです 例えば一番上の左を見てみましょう。えー、胃の粘膜、粘膜下層にとどまっている。これは t でいけば 1a、t の 1b のどちらになるかになるんですけれども、次に今度はリンパ節の転移がなし、n0。つまり例えば t の 1a の n0 の場合は、1a 期という病気、えー、ステージになります。t の 1b の n0 でも同じく 1a 期。 というステージ、病気になります、えー。それでは右の下の方を見てみましょうか。例えば、あえー、左側の上から4番目、小膜を越えて胃の表面に出ている。ね、これは t でいくと t の 4a になりますよね。そしてそれを右に見ていったときに、転移リンパ節が3から6個の n2 のときには、 病気は期になりますけれどもこれが転移リンパ節が7個以上になったら N3 になったら病気は 3C 期になるというふうに読むわけです。ここで注目すべきは遠隔転移ありのものですよね。えー、たとえ t や n が何であろうとも遠隔転移がある m1 になったら 全て4期になっているということに着目してください。ねえー、多くのがん、ほとんどのがんで、えーね、遠隔転移があったものはもう第4期になりますね。この病気、ステージを知ることの意味は何でしょうか、えー、まず各臓器のがんはですね、えー、病気ごとにその予後が研究調査されているわけですよね。つまり、この各がんの 病気、ステージが分かれば、えー、予後も分かるわけですね。えー、あなたは、ね、胃がんの第4期ですよ。ですから予、予後、5年生存率はこれぐらいになります。といったことが、おおよそ分かるということになります。次に、今度は各臓器のがんは、病気ごとに最も効果のある治療法、これを標準治療と言いますけれども、それが研究されています。 つまり病気が分かれば標準治療も分かるので医師は患者にあなたのがんの病気はこうですよ。でまずはこういう治療をおすすめしますということで標準治療を提案するわけです。けれどもやはり患者さんはねそれぞれ年齢であったり体力であったり健康状態が様々ですのでまたその標準治療からその人に合わせて治療法が選択されていくという形になります。 国家試験にには確実に合格すする学習方法がありますこのチャンネルでは「ラーニング・スルー・ディスカッション」の頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていることをあなたも知っていれば確実に合格できるということです。LTD をすればそのような状態になるので合格できるわけです。LTD は記憶の三原則にも有効で、理解して覚える記名短期記憶が長期記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期のことです。 えー、LTD について詳しく知りたい方は、学習方法の回をご覧になってください。えー、それでは、今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、早期の訓練をすることになるので、記憶に保存されて忘れません。えー、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、あ、そうやって覚えたらいいのかと決めることができて、とっても喜んでくれます。えー、その時には、ハッシュタグ鈴木森生チャンネル。 ハッシュタグ TNM 分類とつけてください。お願いします。最初に TNM 分類とは何かについて説明して、次に T、N、M、それぞれの意味を説明してみましょう。過去の国家試験問題です。A さん、65歳男性は右下用の肺がん T3N2M0 と診断され、抗がん化学療法シスプラチン プラスエトポシド、1クール4日間を4クールを行うことになった入院時の A さんは体温36.2度呼吸数18回毎分脈拍72回毎分血圧124の7 4ト、mm、ル水銀中であった、えー、経費的動脈血酸素飽和度は98%で外装が時々見られるが痰の角質はなく胸部の調子にて複雑音はない A さんの血液検査の結果は白血球5600マイ 5600個パーマイクロリットル、アルブミン3 7ムパーデシリットル、c r p 0 3ラムパーデシリットルであった。A さんは20歳の頃から毎日20本のタバコを吸っていたが、60歳の時に禁煙した。A さんの入院時の状態で正しいのはどれか。1、喫煙指数、ブリンクマン指数は60である。さあ、文章の中にね、1日20本当たり20歳,20歳から60歳まで。 まあ約40年間ですよね、えー、出演していましたので、計算してみると、まあ、1日当たり20本かける40年間で800になりますから、これは誤りですよね、えー。2番、肺炎の兆候が見られるでしょうか、ねえー、発熱もしていないですし、痰も出ませんし、えー、低酸素結晶はないですし、聴診して複雑音もないですから、まあ、肺炎の兆候はないと、ねえー、いうことになります。3番、えー、低陽の可能性があるでしょうか えー、栄養状態を、ね、見るときには必ずアルブミンチを見なければいけません。えー、アルブミンチは3 7 g パーデシリットルということで、ね、正常範囲に入っていましたから低用の可能性はないでしょう。4番、リンパ節転移があるんでしょうか。さあ、えー、そこで TNM 分類の数字を見ると N が2でしたから N0 ではないということはリンパ節転移があるということになりますので。 4番が正しいということになります国家試験には確実に合格する学習方法があります今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してくださいまたチャンネル登録もよろしくお願いします今回も最後までご視聴ありがとうございました